ご来場の皆様大変お待たせいたしましたまず最初のプレゼンテーションは株式会社インテリア太田による外せるカーテンプルックが切り開くカーテンの新たな可能性についてです本プレゼンでは新発明のプルック仕様外せるカーテンをご紹介します簡単に外せることによって お洗濯の効率が格段に飛躍しますので新たな掛け替え需要を訴求可能にしまた安全性衛生管理面においてニーズの高まる医療施設においても大変有効にご利用いただけます外せる感覚はとっても不思議今まで体感したことのない感覚をぜひご来場者の方にもご体感いただきます 外せるカーテンプルックが切り開く新たなカーテンの可能性をご紹介いたしますご説明くださいますのは堀川一馬ですそれでは堀川さんよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんどうもこんにちはどうぞよろしくお願いいたします あのお昼時間明けということでちょっとまだあの少ない様子ですが一人でもいらっしゃる限りですね、えー、全員の皆さんの気持ちに届くようにですねちょっと全力で頑張っていきたいと思いますので、えー、皆さんハズルカーテンのプレゼンを行いますのでぜひ見ていってくださいよろしくお願いいたしますあのまず最初ですね突然ですがカーテンを外すってとっても大変な作業っていうような形でですね。 え皆さんあの取っていいただけると思います今まであの高いところに上がってです、ね、外すしかなかったカーテンですが弊社が開発しましたこの新しい外せるカーテン実はです、ね、このように外すすことがでできるんですあの今まで高いところに上がらなければいけなかった大変危ない思いをされた方もいらっしゃると思うんですが簡単にです、ね、外すことができるというこれがです、ね、新しい開発した外せるカーテンという商品になります。 これですねハズセルカーテン専用のフックプルックと言いますぜひですねネット等で検索していただければ動画等も見れるようになっておりますので見ていただければと思いますこのハズセルカーテンですがではどのように機能するかというところなんですがこちらの方にありますまずあのフックのですね先端が板バネのような形になっております普通通常フックっていうのはです、ね、円柱の形をしてるんですが この円柱の形だとです、ね、負荷をかけたときに四方に力が働くので割れるという現象になるんですねところが、えー、弊社の開発しましたハズレルカーテンはです、ね、フックの先端の部分爪の先端の部分が板バネの形になっておりますので2番目の図のように下から負荷をかけるとです、ね、約90度開きますでその約90度開いた段階で約45度のアングルがついたカ,ングカーテンがですっ、ね、と外れるようになる。 でまた、ですね素材の力え実は素材もですね大変厳選しました特殊な素材を使っております、えー、ポリアセタールっていう素材なんですが、えー、通常のポリアセタールとは違う、えー、車、自動車の外装材に使われるようなですね、えー、特殊で非常にしなやかで強靭なポリアセタールを使っておりますので素材の男性でもってまた元に戻るっていうそういう特性を持つフックなんですね、えー、これですね引っ張ることができるフック 引っ張って外すフックというところで、プルフック。これをですね、一音節にしまして、プルックという名前をですね、登録証書、登録、商標登録いたしまして、プルックっていう名前でもって発売を開始しております。これですね、このプルックは外せるカーテン専用のフックになりますので、 このようにですね優しく下に引いていただくと女性の方でもですね大変簡単に外せることができるっていうそれがこのハせセルカーテンプルックなんですねこれをですねこのプルックですね開発しましたのは株式会社インテレオータという会社になります えー、群馬県の前橋から、えー、私どもやっ,ておりやってまいりました、えー、今回ですね初めて、えー、チャレンジブースっていうところでジャパンテックス初めての出店というの形させていただいておりますあの文字通り、えー、チャレンジというふうな形でもって、えー、なんとかですね、えー、この商品を皆さんに広めていきたいまた広めるメリットっていうのはこういうところにありますっていうことをですね今から簡単にご説明していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします まず、このハズセルカーテン専用フック、このプルックですが、まず2つの利用方法がございます。まず1つ目には、ですねまず間違いなく病院医療施設、コントラクトカーテンにおける安全、そして衛生管理の方法として、実はですねこのハズセルカーテンプルックはご利用いただくことができます。2点目として、一般家庭、ホームユースにおける利便性の機能、 こちらをですねご活用いただくことができるのがこのプルックになりますこのですねいわゆるカーテンでいうとコントラクトとホームユースまさに万能的に活躍しますいろんな方面で活躍するこれがですねこのハッセルカーテン専用フックプルックという形になりますそれではそれぞれですねポイントを当てましてご紹介していきたいと思います まず、病院医療施設におけるメリットというところでご説明していきますがまず、開発のきっかけになりましたのが実はです、ね、ある病院さんからです、ね、引っ張ると外れて万が一の時に入院患者の方たちの安全を守ることができるカーテンができないかというふうなお問い合わせをいただきました。 えー、このお問い合わせをいただいたっていうことですね、実はこれ、あのー、病院さんの方からいただいたわけなんですけれども、じゃあ、その必要性のポイントっていうのはどういうところにあるかっていうところで、えー、弊社の方でですね、いろいろ、えー、調べてみました、えー、そうするとですね、えー、このようなことが分かったわけです、えー、ちょっと字が小さいんですけども、もちょっとご説明していきたいと思います、まずあの、財団法人日本医療評価機構さん、えー、こちらですね、全国の病院の、えー、約6割から六割、 7割近い病院さんがですね、この日本医療評価機構に加入されております。大手の病院さんの方が加入されている率が高いです。この財団法人日本医療評価機構さんの調べによりますとですね、まず、医療施設における入院患者さん、入院患者さんの自殺の割合なんですが、一般病院で30%。で、これがですね、精神病院に特定すると7割の 病院でもって自殺が起きてるっていう現象が分かりましたもうちょっとですね詳しく説明するとあの今現在日本の自殺者年間で3万人というような形で言われておりますこれですねちなみにお隣の国中国は年間25万人の方が自殺するそうなんですよ ちなみにちょっと参考までの数字になりますけどもその自殺をされる方の7割の方が精神病にかかった経歴があるというふうな形の記録も残っております一般病院で自殺した人の入院患者の割合は入院患者さんの疾病はがんが一番多くて35%自殺の方法というのは一般病院で飛び降りが40% 医っという,ふうな形で実は首吊りの医学用語ですが医師、首吊りが実は36%で精神科の病院だけで見るとです、ね、50%の入院患者さんがです、ね、残念ながら自ら命を絶たれているという,ふうなことがよく分かってきたんですねでこれがです、ね、大変驚いたところなんですが医師の,の道具としてタオル、衣類のほかカーテン等の病院の備品類が使われると。 いうふうな形のことが大変よくこうクローズアップしてこう分かってきたわけなんですね。で、あの財団法人日本医療評価機構さんではですね病院内における自殺予防提言書というのを作られております。 で作られておりまして全国の病院に配布されて明確にうってあるんですけどもカーテンに荷重がかかると脱落するようにフックの強度を調整するとですね環境整備の配慮というのを促すように皆さん、ですね配信されているわけなんです。で、これがですね現状として分かりまして。 でそれからですね、あの日本評価医療評価機構さんに加入されている病院さんともいろいろお話をさせていただいたりえ近隣の,精神,病の、えー、精神病院のドクターの方とですね、いろいろこの商品を紹介さ,れてさせていただいたんですがやはりですね、2週間前に事故があったあるいは、えー、そんな形でですね、非常に切迫した必要性に駆られているという風な形で、あのー、これもですね、ご紹介すると、あのーまああのー、大変ですね、変な言い方なんですけど喜んでいただけるんです。 今まであ,のあるあの営業の方からも言われたことあるんですけども、えー、30年間、えー、カーテンの営業をしてきてこれほどお客さん喜ばれたことなかったというお声をいただいたという話もありますそのぐらいに、えー、切迫した必要性がある、えー、マーケットということがです、ね、大変よく分かってきたわけなんですね、えー、それでですね、えー、そこで、えー、そのあのこのこ位置づけをこのような形で行ったわけなんですけども、えー 医療施設内における自己防止機能カーテン、ハズセルカーテン。あの、こちらの方にありますけど、一見普通のカーテンですが、思いがけない力が加わると、不慮の事故から人命を守ることができますっていう、そういう内容になったわけなんですね。えー、このハズセルカーテン、えー、特徴的なことですが、えー、まず、 外しても従来通り2番目の項目になりますけどランナーに戻すだけの行為でどなた様にも簡単に復旧いただくことができる何かあった際に看護,看護,看護師の方がです、ね、簡単に戻すこともできますしレール工事等の工事は必要ございませんので既存のカーテンを交換することによって簡単に導入していただくこともできますそれからその下から2番目の項目に上げておりますがあ,のある病院さんで言われましたが えー、院内の衛生管理、えー、1年間に1回のメンテナンスではなかなかカバーができないちょっと汚れたときにさっと外して病院内で簡単に洗っていただくこともできるというところで院内の衛生管理に大変役立てていただくということもです、ね、大きくクローズアップになってきたところになりますこのようにです、ね、大変直接的な必要性を持っておりますのが、えー、このいわゆるコントラクト向けのハッセルカーテンになります で一般家庭におきましては、えー、実はですね、えー、一昨年トレンド卵等でもですね紹介されまして弊社のブースでもってその時の映像なんかも流しております、えー、切り口がですね全く違いました、えー、一般のお客様の場合はですね、えー、思わず洗いたくなるほど簡単に洗えるっていうのが実は去年トレンド卵さんでですね紹介させていただいた時に切り口としてですね使っていただいたキーワードだったんです 年末のお掃除特集カーテンを簡単に洗えるにはどうしたらいいかというふうな形でもって実はこのハズセルカーテン紹介していただいた流れがあるんですねこのようにですね先ほどもご説明しました非常に簡単な交換作業レール等を交換する必要は全くございませんので簡単にえ交換していただくことによってハッセルカーテンにすることができるというのがこちらの内容なんですね で、この一般の場合、ですね、非常に大きなキーワードがありまして例えば花粉の時期それからですね、これから別の意味でもって外からのいわゆる有害物質を遮蔽する必要性があることになる可能性というのがですね、昨今の事故でもってこれから起きてくる可能性もございます。そういった時にですね、簡単に外して家庭の中で洗うことができるというメリットがこれからですね、お客さんの気持ちの中にどん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 ん浸透していくことになるのではないかというような形で考えております。 最後になりますが、大きくまとめさせていただきましてですね、このプルックのご紹介をまとめていきたいという形で考えております。今回のプレゼンテーションのテーマにもですね、させていただきました、この新発明、ハズセルカーテンで広がるカーテンの新たな可能性について、実はここが一番お話ししたかったポイントなんですが、今ご説明させていただいて、このハズセルカーテンですね、まずコントラクトにおいてはですね、病院医療施設さんに,医療施設さんにおいては、環境の安全対策、 それから衛生安全管理対策っていうことでもう話せば直接響く直接的なニーズがございます。これあのカーテンの業界の方に大変お役立ていただくことができる大きなポイントだというような形で私も確信してやみません。えここですね、えー、まずこれが一つ言えることになります。えー、それでですね、えー、一般の、えー、カ,ーカーテンについてここが先ほど言いました簡単に洗えるっていうキーワードなんですけども現状ですね、なかなか カーテンの掛け替えが進まないというところはですね日本全国のカーテンの販売店さんがおそらく悩まれている問題ではないかなという形で考えますこれですね今現在国内市場ではほぼ100%のカーテンがですねウォッシャブルというふうな形になっておりますところがなかなか洗ってもらえないこれですね非常に思うんですけども、あのー、やはり外しにくさっていうのが大きく関与していると思うんですね あのちょっと想像していただければと思うんですけどもあの自動車というのはです、ね、その昔、えー、いわゆるスティックシフトといわゆるマニュアルしかなかったんですよねでメンテナンスというのはものすごく必要で、えー、本当にあの一部男性の乗り物というイメージが一昔前はございました、えー、ところがですねオートマというのが復旧してきましてエンジンの中というのはです、ね、ほとんどメンテナンスなしでも、えー、使えるようになりました、えー、そのことによって女性のドライバーの方が格段に向上した 俺も一昔前のことやと思うんですけどもそのことによって実は自動車っていうのはメンテナンスもかからないし非常に簡単に扱える非常に身近な乗り物になった非常にですねそれでもって産業を潤ったっていう経過があると思いますところがカーテン実際どうだろうって考えてみた時にですね簡単に洗うことができるのか今現在はなかなかメンテナンスが容易っていうわけではないと思うんですねこれがですねメンテナンスが容易になるとですねどうなるかというといろんなキーワードが出てきます例えば この3点挙げておりますけどもまずハウスダストから家族を守ることができる簡単に洗って外すことができるそれから季節の模様替えも簡単にできるなるこれですねラグに合わせて簡単にカーテンを変えようっていう動きがなかなか難しいのが今のカーテンの業界だと思うんですこれがラグに合わせて簡単にカーテンを交換することができるなるそうするとですね森より気軽にそれからもっと身近にっていうキーワードがどん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 カーテンの世界の中に出てくると思うんですね そうするとですね、カーテンともっと仲のいい、インテリアともっと仲のいい生活ができるようになるんじゃないか。そうすると結果的にはインテリア市場の活性になるんではないかというような形で考えております。最後になりますけども、今年のジャパンテックスのテーマがですね、インテリアでできることということをテーマに何点かですね、挙げられて大変素晴らしい展示をなさっております。弊社において、インテリアでできること、カーテンでできることというような形で考えたときにですね、まず一つは人命を。 不良の事故から守ることができるこれがカーテンでできるとこれ私も大変素晴らしいことだと思っておりますそれともう一つなかなかかけ替えの進まなかったインテリア市場をですね大きく開拓することができるんじゃないかというような形これ非常に大きな夢なんですがここも非常に切に願ってもうやまないポイントになっておりますこのですね最後にちょっと見ていただきますであのうちのブースすぐそこなんですけどもそこでですね本当にあの皆さんに体感していただけるような形でやっておりますこの 気軽に、今までですと上から引っ張らなければ外せなかったカーテンが下から引っ張ることによって外せるようになる、簡単に外せるようになる、このことがですねカーテンの未来を大きく変えるチャンスを持っているんじゃないかと、本当に切に願ってやまないところでございます。 えー、というところで私のプレゼンテーション、これで終わらせていただきますがぜひです、ね、皆さんに体験していただけるように弊社ブースですぐ,すぐそこです、えー、置いてありますのでぜひです、ねえー、見ていただいてこの利便性をですね皆さん自身で体験していただければと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。本日はどううもありがとうございました